皆さんこんにちは、たかちです。面白いアプリを発見したので試しに撮っております。すごいですよね、この美少女になれるアプリ。ヤクルト、これいつも飲んでるんですけど、お腹の調子が良くなる気がします。お、すごい、これもアニメみたいに、すごい、あ、吸収されてる、飲まずして吸収されてる。はい、ということで水槽のトリミングを、動画にしましたので、そちらをご覧ください。それではどうぞ。はい、そして現在の水槽の様子がこちら。謎の種で育っている植物なんですけど、謎に生命力が溢れていて、もうもっさもさの状態になっております。そして、以前の動画にはなかったんですが、左側に底面フィルターの吹き出し口を隠すように、手前にパールグラス、後ろのニラみたいなやつがバリスネリアスピラリスを植えてあります。それではハサミが入るので、一回メダカちゃんを外に移して作業に取り掛かりたいと思います。今回トリミングで使用するのはこちらドゥーアのハサミです。少しだけ先端がカーブしていて、水草が切りやすいようになっております。こちらの使用感としては、少しだけ重たくてちょっと硬いようなハサミですね。ずっとこう大量の水草をちょきちょき切るには少しだけ力がいりますし、まあ少し疲れやすいかなっていう印象でした。謎の種なんですけど、今切っている手前が小さい葉っぱ、そして後ろが大きい葉っぱなんですけど、まずは手前の小さい葉っぱをトリミングしていきます。手前の小さい葉っぱが切り揃えられたので、次は奥の大きい葉っぱを切っていきたいと思います。はい、ここまで切ってきて、私あることに気づいてしまいました。後ろのこの大きい葉っぱなんですけれども、手前の密集してモサモサした小さい葉っぱと違って、茎が1本スッと伸びて、その上に葉っぱがポンって乗っている感じなんですね。で、途中に葉っぱがこうなくって、本当に切ってしまうと茎だけがシュッと伸びているだけっていうことなんですね。早く切ればよかったんでしょうか、それとも遅く切っても早く切っても上の葉っぱを切ってしまったらただの茎しか残らない状態だったのかちょっとわからないんですが、もう今の時点では、なんて手遅れなような気がします。それでもまあとりあえずは丁寧に切ってみようということで、この小さいハサミに持ち替えて、慎重に切り進めております。もしかしたら数日後、茎だけの状態でその上に葉っぱが伸びてくるかもしれないので、それを期待していこうと思います。ただ怖いので半分だけ残しました。はい、なんと復活しませんでした。残念です。ですね、切ってから日に日に根っこが浮き上がってきまして、ポン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 こう自然に抜けていってしまって、もう取り返しがつかない状態になってきました。水面を見るともう油膜も張っていて、見てください、この抜けた草がいっぱい浮いております。エビも浮いております。結局ですね、茎だけしかない部分も葉っぱが生えることもなく、どん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 こう腐って抜けていってしまって、トリミングしていないやつもこうしてピンセットで軽く触るだけでどんどん根っこが抜けていってしまっているので、このまま放置してもしょうがないので、思い切って撤去していきたいと思います。この謎の種って、もしかしてカイワレの種だったりしませんよね。
はい、見事にさら地になりました。すっきり。ちなみに現在のニューラージパールグラスの様子がこちら。結構ですね、状態が悪くて、なんか黒ずんでいて、葉っぱがもう元気がない状態ですね。で、成長も全然遅いですし、これはちょっと心配なので、成長を促すように対策を取っていきたいと思います。次回はですね、こちらを使って CO2 の自作をしてみたいと思います。そしてさら地になったところに新たに、水草を植えていきたいと思います。それでは今日はこの辺で、バイバーイ。